どうも柴です。本日は超食べ応えのあるカレーを食べようのコーナーです。はい。しかもめちゃめちゃうまいらしいね。お、そうなの。うん。ということで今日行くのはこちら。本当に美味しいお店カレーダイヤさん。デカ盛りすぎてうまい店に入ってるから超人気店やからもう満員やからね。おー。ちょっと待ちたいと思います。ということで飛ぼうとしたやろ今。うい。待っとけ。混んでも座られへんわ。うい。順番です。はい。ほい。な。すぐ来れたやろ。30分ぐらい待ってましたやん。この辺なんかないかな言うてましたよ。よし、じゃあちょっとメニュー見ていきましょう。メニューはもうこれだけや。レギュラーメニューがあって、うんうん、まあカレーセットとかあって、で、びっくりカレーとかステーキカレーとか。やっぱこれでしょ。超大盛りメニューの一番高いから。おー、いいね。これいくわ。はい、失敗。まあでもビール飲まれへんしやろな。飲んでるよ。え、アルコール度数低いから飲めへんだっけ。もう20度以下は飲めへんって決めてんねん。チューハイに関しては 9% 以外飲めへんって決めてんねん。そうやね、ストロング3本焼きストロング。はい。すごい、ありがとうございます。すごくない？これすごいな。え、ありがとうございます。はい、これすごいな。すごいやろ。めちゃめちゃうまそうやし、しかもこれカツにソーセージ足してよかった。これ絶対うまいやつや。そうやな、これうまいやつやに、コロッケに、うん、エビフライに、こっちもカツがおるわ。うお。で、たっぷりのルーと生卵、もう最高やん。じゃあいただきます。ウキウキするカレーライスや。ほんまやな。じゃあルーいただきます。お、うまい、うまい。あのさ、うん、結構ね最初甘いの。ほうほう。甘口、甘口からのめっちゃ濃厚なコクからのスパイシー、うん、めちゃめちゃうまい、うん、ね。カツ、これはね、カレーに特化型のカツですね。揚げてる香り、うん、これがもうカレーにめっちゃ合う香り。ラーとたっぷりの。あ、そういうことか。うん、おうおう、あのルーに負けへんインパクトがある。うんうんうん、やっぱりね、このカレー屋さんにはやっぱこういう系の揚げ物がいい。うんうん、なるほどね。うん、うまいわこれ。このソーセージ食べたかったね。絶対絶対うまいやろこれ。うますぎな、これ絶対な。な。うん、うまいわ。何や言っても、うん、ほんまに最初のデホのビーフカレーだけで全然いける。うんうんうん、めちゃめちゃうまいから。むしろデホを食べてます。なるほど。うん、で、カロリー爆弾コロッケいこうか。コロッケ。甘いコロッケ最高。コロッケは合うやろ。うん、合う。じゃがいもやからね、うん、じゃあエビフライ行こうか。シャチホコみたいになってる。うん、カレーについてくるエビって中身そんな細い感じや、うん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 、めっちゃもうブリブリ。太ってる、よう超えてんねや、うん、洋食屋さんで出てくるエビフライ、うん、めっちゃうまい。うまっ。僕らも食べていきましょう。ということで僕が頼んだのはウインナーカレーですね。うん、これウインナーほんまうまいから。いただきます。うん、おいしいですね。うまいやろ。
お、フレンチっぽくなった。やっぱソースがいるよ。そやな。うん。どう？うん。カレーですね。ウインナーめっちゃうまい。ウインナー食ってるのかヘビみたいやってんけど。生卵を丸飲みするヘビと戦えるところ。うん、めっちゃうまいこれ。うまいな。うん。最高。これね、絶対やった方がいいよ、プソン。うん。ルー大盛り。ルー大盛り。うん。もうこれは絶対やってほしい。なんで？え？うまいから。あ、なるほどね、うん。ルーを味わうために。そう。上になんか乗せるより、まずやることはルー大盛りや。生卵はいつ行こうか。おっそ行くタイミング逃してしまった。だって最後、飲まなあかんやつや。いや、今行くわ。ルーがさ、あまりに美味しいからさ、ほう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 、そのまま味わってたらさ、生卵のタイミングを完全に見失っていく。卵割っていこうか。卵割って。これはね、いらないです。いらない。いらない。ちょっとあっさりしたいなと思ったら卵ありか。ああ、なるほど、うん、なるほど。けど、いらんと思う。芝浜は的にはいらない。うん。僕はもうカレーを舐めてた。カレーって言ったらもう家のカレーのイメージ。うまいけど、外食で進んでカレー食べたいって。ああ、なるほどね、うん。っていうのがなかったけど、ほんまに最近進んでカレー食べた。うまい。まあスパイスで脂肪も燃焼させてくれるからね。カロリーゼロ。油も食べてる。いやだからスパイスカロリーゼロやで。なるほど。代謝を良くしてくれるから。数十種類のスパイスが入ってる。おうおうおう。うん。眉間にシワ寄せて力説するほどのあれでもないと思うで。もう超ドヤ顔でどうやってた。なんでもね。だいぶ消化ねる。確かにな。うんうん。ランボーよりトマホークの方が強いからな。うん。そういう意味。ほんまにランボーってあのランボーなの。多分シルベスタスタローのランボーなの。多分ランボーやろ。あ、今お母さんがオッケーくれた。そういう意味らしい。そういう意味。そういう意味。シルベスタスタローのランボーや。あの生身の人間とミサイル一緒にしたらあかんて。名前がかっこいいよ。確かにかっこいいよ名前な、うんうん、強そうやもんな、ランボーな、うん、いやトマホークのことなんだ。あ、そっち、うん、俺トマホーク苦い思いしかないよ。なんで？俺あだ名でつけられとって。あー、坊ちゃんはな突進していくからな。うん、そう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 。トマホークやな、確かに、うんうん、言われとったな。突如現れて突突っ込んでくるって有名やつ。そうやで。うん、おいしい。大満足。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ごちそうさまでした。めちゃめちゃいい店やったな。家族みんなでやってんねん。お嫁さん言うとったもんな。そう、うん、奥さんな。でかうまい店やけど、めっちゃうまい方や。うまいやな。うまいの方やな。うまい、ほんまうまかった。もう食べログの話題のお店やし。確かにね、自信持ってるからね。本当に美味しい店って書いてるな。カレー、ダイヤ、キリンビールも美味しいって書いてある。それはちょっと知らんけど、めっちゃうまいわ。うまかったね。これはもうぜひともみんな食べてみてください。もうほんまに美味しい、はい、うんうん、おすすめです。マジで安いね。安かったね。あれビーフカレー950円かサラダついて、うんうんうん、あれはもうめちゃめちゃ安い。もうほんまにこれ持ち家で家族でやってるから提供できる値段。そうやな。他で言ったらあれ1300円ぐらい取らんと、うんうん、あれ、はい、もうめっちゃ原価率上げてうまいもんだけ出してくれてるっていうお店なんで、ぜひ大阪来たら皆さん来てみてください。だから原価率が高いので今日はデブにはなりません。なるよ。なんでビール飲んでるやん。とんかつ2枚食ってますやん。良質なものなんでね、多分デブにはなりません。エビも食べてますやんね。エビも良質なものなんで大丈夫。卵も追加しましたよね。卵
卵もあれ大丈夫です。僕のウインナーに釣られてウインナートッピングしましたよね。ちょっともうしんどくなってきたんでもういいですか。本日もありがとうございました。またねー。